の刃一番好きなキャラは誰ですかへーやっぱ長男ですかね頭おかしいですよね長男だから耐えられたとか <laughs> まあ僕あの正確に言うと長男兼次男なんですけどあの長男だから我慢できた次男だったら我慢できないと思うみたいなあの表現がすごい特殊すぎて好きなんですよね <laughs> あのまあ長男兼次男の僕としてはあのそんな発想になったことないのでなんだそれって思ったんですけどはいあえっとえっとあの 一番最初に生まれた男性を長男と呼ぶっていうルールと、あの姉がいる場合は次男と呼ばれるっていうルールがあって、それは要は2つのルールがあるんですよ、<laughs> 長男と呼ばれる場合。なので、僕、長男でもあり次男でもあるんですよ。はい